狭い峠道を今からちょっと爆走いたします。そやろ、違う左に指示器出してたでしょ。右で起きたやんか。いや左、いや、まあ、ちょっと前出ますけど。道を今からちょっと爆走いたします。そやろ、違う左に指示器出してたでしょ。右で起きたやんか。いや左、いや、まあ、ちょっと前出ますけど。はい、いかがだったでしょうか。まあ動画自体はちょっと昔って言ったらおかしいですけど、半年ぐらい前のやつなんですよ。ちょっと昔のやつなんであれなんですけど、まあ動画にするかどうかね、ちょっと悩んだっていうのもあるんですけど、うん、まあ安全啓発というか安全運転の啓発動画にもなるかなと思って、まあちょっと動画にしてみようと思ったんですけどね。うん、まあまあまあ動画見ていただいたら分かる通り、一応ね、まあ2車線になるところで真ん中の車線をまたいで、まあ左に指示器焚いてずっと行ってて、まあ、信号の手前で巻き込み確認をちょっと手前でしたんですけど、その時にはまあ車は何も入ってきてなくて、でまあそのまま行って、まあ交差点を曲がろうとしたところ、パッてこう何かミラー越しに何かすごい なんか違和感というか、うんっていうのが見えたんで、ミラーパッて見たら、もうその時にはもう助手席の後ろぐらい、もう後ろっていうか、まあシャーシと、まあ、シャーシの真ん中ぐらいのところにいてたんかな。でその時出たんで、まあ急ブレーキとハンドル右に切ってね、回避したんですけど、まあ一応ね、僕とは接触はしてないんで、でまあまあまあ一応あの後すぐ警察呼んで、で交通課の鑑識とまではいかないですけど、まあ交通課のおまわりさんもまあワンボックスで来て、ほんでまあね、お互い話聴取されて、で向こうさんのね乗用車のドライブレコーダーもついてるから、それをまあ見ますっておまわりさんが言ってはって、で僕もまあその言ってた動画撮りながら走ってたんで、でそれを一応まあおまわりさんに見せて、こうこうこうでこのタイミングで左に指示器を出して、まあ車線をまたいでましたと。なんでまたいでたかって言ったら、その
左折するのがまあきついから、膨らんで曲がらんとあかんからっていうのを説明して、で、ああなるほどそうですね、まあそのまま曲がれないですもんね、膨らんで曲がりますよねっていう話をして、でまあアダコーダで話聞かれて、ほんでまあ結果的にはまあ僕にはドライバーさんには全く非がありませんと、ちゃんと指示器も出してるし、手前だいぶ手前から出してるし、で相手さんのドライブレコーダーにもそれはちゃんと映ってますと、で一応それも確認してもらって、僕の動画も確認してもらった上で、まあ、ドライバーさんには一切非がありませんので、もうこのまま、帰ってくださいというか、もうはいお引き取りいただいて結構ですとのことやったんで、まあその場を離れたんですけど、まあ、びっくりしましたよね。パッて見たらまあまあのスピードで突っ込んできてましたからね。もうブレーキ踏んでも間に合わんくて、突っ込ん、あっこにこう乗り上げてるってことは、かなりスピード多分アクセル踏んだ状態でこう抜かそうとしてたんでしょうね、バッと。なんでね、結構びっくりしましたね。まあ、おまわりさんにね、一応ちゃんと確認取って、ちゃんと、まあ、こちらに火がないっていうのは証明できてるんで、まあまあまあ、まあ僕にね、もし火があるんであればね、動画にするのもダメでしょうし、まあ僕も反省せなあかんところも、まあ、あるんですけど、まあ、まあまあまあ、常にね、こう左のね、巻き込み確認というかね、してるんですけどね、あそこの交差点結構頻繁に左折するんで、なんか、はい、間に入ってきたら嫌やなーっていうのは常々思ってたんで、まあ見て、注意深く見てたのは見てたんですけど、まあまあまあ、そのね、左折した先の状況も気になってたしっていうのでね、まあ、巻き込み確認をおろそかにしてたっていうのもあるのもかもしれないですけど、まさかあのスピードで突っ込んでくるとはちょっと思わなかったんで、ちょっとびっくりしましたね、本当に。まあまあまあ、そういう感じかな。まあちょっとね、動画にするか悩んだんですね。もう多分半年ぐらい前ちゃうかな、あれ。ちょっとね、覚えてないんですけど。ね、あのトレーラーは大回りするっていうのもね、あるあるやと思うんですけどね、ああやってね、うちに入ってくるっていうのもね、結構多いんですよ。重々注意しては見てるんですけど、やっぱりね、ふとした瞬間のね、その一瞬、まあ、多分あれ、秒速にしたら、多分5秒もかかってないんかな、そのたった5秒ぐらいなんですけど、その間にもうシュッて抜けようとするんで、やっぱり。ね、まあ左に指示器僕は焚いてたんですけど、まあ気づかなかったんでしょうかね。まあちょっと相手さんとは直接話してないので、まあ警察来るまでの間も別にね、僕はね、なんで見てなかったんやって出してたやろどうこうとか言ったところでね、あれですから、まあ、警察来るまでまあ待っとこうと思って、僕も動画撮ってましたし、まあまあまあ、それもちゃんとした証拠もあるんでね、まあとりあえずおとなしく警察にお任せしようと。はい、いかがでしたかね。ちょっとまあね、衝撃的な映像ではあったんですけどね、まあね、乗用車、ね、僕の動画見てらっしゃるね、視聴者さんもね、多分トレーラー乗ってはる方とか、普通のね、大型ドライバーの方とかもね、多分結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、僕が言えたあれではないですけど、まあ、膨らんで曲がるときは、ね、注意しましょうっていうことですね。YouTube の動画でもね、結構事故動画とかでね、あえて膨らんで曲がろうとしてるところの内側に突っ込んでくるっていうのもね、結構動画上がってるんでね、
こればっかりはね、まあ、気ぃつけようがないといえばおかしいですけど、僕らがね、一歩先二歩先を読んで、まあ、行動しないとやっぱりダメなんだなっていうのは重々思いましたね。はい、はい、まあ、安全運転で頑張りましょう。はいはい、ちょっとグダグダになりましたけど、本日の動画は以上になります。はい、ご視聴いただきありがとうございました。